19日、ママゾのプールオープン。で、もう本当ね、久々来たんやけど、確かに今看板があった。で、ちょっとね、どんな感じか。まだね、全然もう45分前やけど、きっと、駐車場とかもあるんやろうけどね。これでも昔のやもんね。こんな感じ合っとるかな。あ、うん、なるほどね。これ俺昔の思ってたやつ。もうオープン書いてる昔のやつね。でも俺これを改装したと思うけど違うね。向こう側にあるわ。これかな、横の建物。改装じゃねえやん。新築にしてんじゃん。駐車場どこかね。今でもあの横にあるやつ、あ、でも入れんわ、これ。ここに置いていいんやろか。めっちゃわからんね。でも真横にちょっとそのもう明らかにプールやろ、建物があるね。行こうか一回。わからんし、うん、そんなもん行くのみやろ。まずちょっと荷物だけ置いて確かめに行こうかね。そしたら、あ、はるかやったん。いやいや、俺すごい。申し訳ないけど、全然なんかその知らんギャルかと思ったらこれやろ。すげえ。これやったらすごいね、うん、うわ、これでもこっちからやったらやばい。これどう行くんですか。向こうから。あ、でも向こうに行っとる人おるわ。これでも汚ねえやろ。こうぐるって。ていうか俺知らんかった。ここなんちゅうん、これ壊してていうか中だけ変えなかったけど、うん、もう違うやん、うん、明らかに。多分あれやないですか、外にあった調水路の風呂。外にもあったん。なんか全然使ってない調水路の風呂があって。そうなん。これも最高やん。これやろ。えぐ。うわ、相当最悪。これでもどっから入ったんかね。多分入り口向こう。え、どうやって来たん。歩き。バスです。これ足立大学もめっちゃあってみたいな。あ、足立大輝です。足立大輝か。あと5分ぐらいで着くやつ。あ、そうなん、うん、え、並んでるし。ほら負けた。宮本さんってあの人、うん、知恵さん知っとん。はい、知っとん。え、前列で一緒に泳ぎよって。あ、そうなん、うん、来るって言ってました。いや、俺あ、知恵さん、おはようございます。宮本さん、えいらく知ってんすか。やっぱ知ってる。知ってるね、うん、ね。てか、はるか、浅田先生の長男。よろしくお願いします。佐藤さんです。これどうやってこうやって持ってきたんですか、前に車。
車、おはようございます。間違えました。どこから入れて、どこから来たんですか。いや、なんかあの前の桃園のとこ、はい、あそこもう車止めしとるんですよ、はい、でぐるーっち回ったらあのメインの入り口から。あー、なるほど。持ってきます。あ、持ってきます。並んでてください。並ぶと思ったら。うわ、これすごい。やばい、めっちゃ人来た。俺入り口間違えた。しかも綺麗ですね。はい、ちょっと映ってよ。めっちゃ綺麗。なんと今日福岡からスペシャルゲストも、はい、中相当綺麗。と見やけどね、めっちゃ綺麗。異常に綺麗やね。天井めっちゃ広める。はい、じゃあね、まあ大体1時間くらい、まあ、俺はちょっと1時間くらいで、ちょっともうそっからはちょっと疲れてね、上がったんやけど、相当泳ぎやすいよ。やっぱね、新しいプール、なんかね、仮設みたいな感じなんやけど、スタンドは一面で、すごい距離も近いし、コース幅めっちゃ広いで、コースロープももうほぼほぼ、新品同様だと。28億円、俺は北九州に新しいスポーツのムーブメントを起こせると思うと、これはもう安い買い物なんじゃないかなと思うわ。よう押してくれて、よう作ってくれたわ。相当嬉しい。もうこれ間違いないよ。使い勝手いいよ。でね、もうほんとファーストインプレッションじゃないけど、まず、まあ、まあまあ初日だけさ、すごいこうガードも厳しいし、カメラとかカバン持ってったらまあもちろんダメで、今日はまあ1回目だけどね、ほんとフリーレーン開放でもうスルスルと泳ぐのみ。まあでも面白かったな。なんかね、やっぱみんな俺うずうずしてたと思うよね。相当若いもん来た。相当あの指導者も来たし、地域の人もローカルの人もすごい来たと思うし、パンパン。ちょっとね、中をね、写真とか動画を撮れんかったのはすごい残念なんやけど、天井も高いしね、冷房めっちゃ効いと、もう暑くない。うん、はっきり言っても快適さで言うと、まあ秋葉さん以上と思っていいと思う。で、使い勝手もすごいね、いい。でね、初めさ、もう早速で担当の人と話させてもらったんだけど、すごいこう、なんか感じいいね。その、バリバリ厳しいとさ、なんでもダメダメだけどさ、その担当の人がね、なんかもう偶然にも俺のブログを見ててくれたみたいでさ、いつもブログで拝見してますって。で、いろいろこう、プールについて話したらさ、その、まあ、まあ、いいとこって、個性的なところの一つは、アプローチ OK。で、そういうフィットネス、ウォッチ OK。それと、なんていうの、水中防水のヘッドホンも OK。こんなとこある?他、もちろんフィン、パドル OK。まあ、それは一応、今のところは専用の例みたいけど、もちろん貸し切りになると、もうほんとフィン水、今でっかいフィンとかも OK みたいだし、俺それは結構いいんじゃないかなと思う。やっぱ道具ってね、
るとね。で結構ね、福岡の長水路で厳しいところの一つは、そのプールサイドで水飲んじゃいけんとかいうルールがあるよね。まあまあそれわかるけど、もう水分なんかもすぐ呼吸せなさ、危ない。もちろん桃園プールは、一応今のところはその台に置けんだけど、もうそのちょっと上に上がったところにそういう、まあ、今日は専用のスペースがあって、まあまあプールサイドで、飲める。うん、まあ距離にして、まあ5メーター10メーターくらい、うん、でこれもまあ多分そのうちこう変わっていくやろうと思うわ、うん、使い勝手、うん、いいと思うよ。もうロッカールーム超綺麗やし、あのまあ100円ロッカーでまあ100円返ってくるような仕組みやし、広い、うん、でやっぱ北九州ってこう障害者の人も結構多いし、やっぱそういうスロープとかあのそういうのがついてる施設がやっぱ多かったわ。プールサイドめっちゃ広いし、うん、なんか俺楽しみやね。はあ、みんなね、ごめん、これ来たくなると思うわ。なんかあんまりね、空いたばっかのプールやけどね、人呼びたくないって気持ちがあるんやけど、そんなんやったらもうダサいけどね。おう、どんどん来てよ。あの担当の人とも話したけど、やっぱ人にいっぱい使ってもらって、特に競泳って言ってたわ。なんか俺多分その言葉に間違いないと思うし、やっぱりいろんな人が使ってもらって、泳ぎやすさ、まあ泳ぎにくいとこもあるかもしれんけど、まあ、別にこれでじゃあ本番のいつものプール行ったらもう随分こう楽やと思うし、まあ、いろんな使い方をしてほしいと思う。はい、値段1人、今日はね1人、2時間で600円やった。でどうも7月8月はそれから200円引きみたいやけん、結構まあ安いよね。レーン利用もできるらしい。でちょっと値段聞いたけど、申し訳ないけど秋葉さんプールより安いということは他のとこよりも安い。2時間にしたらもっと差がつくと。そんな太っ腹でいいんですか北九州市でね。今日なんかまあ俺の泳いだ感じだけど、まあまあまあ綺麗やね。でまあびっくりなことにさ、いろんなスイマー来てくれたね。でもちろん俺の知らん人やったり、そのネットとかで知り合った人も今日やっとご対面できて、すごいなんか嬉しかったわ。今日日本記録保持者が2人、まあ、マスターズだけど。でやっぱ永楽選手にも久々会ったし、やっぱああいうこう北九州で、頑張ってる女性スイマーがこう大阪に行って活躍して、で今の間こう帰ってきてこう久々会えるっていうのもなんか俺すごいこういいし、やっぱ俺、うん、地元好きやなと思ったわ。でね、その後もすぐ地元のレストランジョイフルに行って、でもちろん知らないやつもおったけど、いろんな人と俺はこうやっぱ会話したり、とにかくやっぱオープンにすることがもうすごい今だからこそ大事だと思う。もうあんまり閉鎖的なことがさ、内緒とかさ、もうやめようや。今日の中ジョイフルはすごい有意義やったわ、うん、よかった。もうみっちり多分もう1時間くらいおったかもしれんけど、もう水泳の話、うん、みんなやっぱね隠れ水泳好きって多いよね。びっくりしたわ。さあ俺はね今とりあえず一回家に戻って、今日実はね勤務ないね。で今からはきっとニュース連発やろうけどね。最後にね今日一本俺だけ100をさ、1本ハードで、今日ダイビングブロックなかった。まあ2秒3秒くらいちょっとだけど、まあそんなもんやろ。もう心配すんなって、マッスルメモリーってのはあってさ、もうやっぱ泳ぎを忘れることはねえよ。水に入りゃスイッチ入るし、もちろんそれでいい水着とか履いたりするとさ、より脳のスイッチが入って、多分俺は、うん、遅はなってないと思うわ。
なんかやっぱ久々いいプレーで泳ぐと体が締まるね。はい、じゃあね、桃園プールリオープンではないで新しく建てとるわ。ああ、そんなちょっともうちょっと教えてよ。もうちょっとホームページとかさ、 SNS ページを強くしようぜ、桃園プールさん。あ、これ多分俺知られたらまずいくらいいいプールになるんじゃないかなと思うわ。と、てかいいプールになるようにね、やっぱ俺が盛り上げたいね。はい、それがね、本当盛り上げたい、うん、これが俺の役目なんじゃないかなとちょっと思ってるわ。はい、以上、桃園のファーストインプレッションとレポートでした。ちょっとね、中カメラ見せれんかったのは残念やけど、まあ、また多分今日はまあテストやけどね、いろいろまあルールもあったけど、多分その声を聞いていろいろ変えてくれるのが俺は北九州の人だと思うし、そういう、感じのめちゃめちゃ感じのいい、施設長の方だったわ。どんどん意見言ってくれと。はい、以上でした。アディオス、バイバイ。